森本健佑が J3 にやってくる。かつて J1 セレス大阪、川崎フロンターレ、横浜 F マリノスで活躍し日本代表を経験した杉本健佑選手が2023年 J3 に降格が決定した大宮アルディジャへの移籍との報道がありました。近年は守備やポストプレーでの貢献はあるものの、自身の得点は伸びず出場も伸び悩んでいました。そんな状況に目をつけた大宮は補強の目玉として杉本選手の獲得に乗り出しました。かつて2017年セレッソで22得点を記録した力を J3 で発揮して復活なるかめちゃくちゃ注目です。チャンネル登録リクエストぜひお願いします。